国民生活センターによりますと、電気ケトルを含む電気ジャーポットの使用中に熱湯がこぼれて火傷したという報告が2005年から5年間で322件寄せられたということです。中には電気ケトルから蒸気や熱湯が噴き出して火傷したというケースもありました。事故の報告を受けて実施した商品テストで、点灯するとお湯が漏れることや、満水メモリ以上の水を入れるとお湯が噴き出しやすくなることが分かりました。 電気ケトルは去年1年間の出荷が160万台に達するほどの人気商品となっていて国民生活センターは使用方法に十分注意するよう呼びかけています。